はいどうも、ストレイ続きをやっていきたいと思います。前回はですね、この人に楽譜を、全部渡して曲を聴かせてもらったのと、モボさんに会って、そして、なんだっけ、そうノート、他のメンバーのノートを集めてきてねみたいな。そしたら僕に見せてくれたらなんとかかんとかみたいなね、とりあえずその他のアウトサイダーのノートを集めるというミッションが、現在の、最重要項目ですね。はい。で、その、アウトサイダーのマークがあって、そこに、こんな感じで、マークがあって、そこに、ノートがあるらしいんですけどね、あそこだね。見えないね、ここから。あそこにもあって、で、もう一個、多分どっかにあるんじゃないかな。これ三つでしょ？確か読めないの二人と、ドクとモモ。あ、でも四人か。じゃあ、あと、この二つかな。とりあえず、ノート集めたいと思います。あ。金庫あった。あれ？こんな金庫あったっけ？いや、マジか。うわー、マジか、これ。ずっと見逃してたのか、じゃあこれ。最悪だ。長期にわたる研究の結果、スペクトロメーターを強力な UV ランプと結合させた。これによりズルクが具体的に何であるか解明することができるはずだ。最初爆発してしまった実際の環境をテストする必要があるようだ。別の音を探しましょう。じゃあ、ズルクの研究をしてたってわけか。そうだよね。天敵だもんね、彼らからしたら。それへの対抗策とか、そういう意味を込めて、研究してたのかな。とりあえずこれで2冊目ということで。あと1冊。多分あそこだね。あそこに多分あると思うんで、探したいと思います。多分さっきみたいにとんでもない見逃しがあるんだろうな。あれは？あったわ。とんでもない見逃し。最後のノートです。ゼバル、タッザー、という人物の、名前の人のノートですと。ズルクと呼ばれる生き物以外の生態系の痕跡が消えてしまった。奴らは何でも食べて恐るべきスピードで繁殖をする。町の封鎖など、ものともせずだ。おう。この本にメモがあります。こう書かれています。トランシーバー設計にミスがあった。しかし修正方法は判明している。これが方程式だ。あ、そうだね。お、やったじゃん。私が見つけたものを仮に見せましょう。てか、繁殖ってどうやって繁殖してるんだろう。繁殖してる。機械だよな、あいつらも。違うのかな？機械とはまた別の、なんか特殊な生命体ではあるのかな。食べるっていう時点でおかしいっちゃおかしいけどね。それはまた繁殖するんだもんな。変だよ。こんにちは。まだ見つけたよ。どこからあげるか。彼はすごい、電気関連オタクだったよ。いつもの世紀の大発見をしそうなくらい。なんかあれじゃない？真のオタクと話が合いそうじゃない？でも、なんかあれかな？種類が別かな？彼の言うことはほとんど理解できなかったけど、彼がとても賢いことはわかるんだ。待って、仲間のノートを全て見つけたの？あれ？何そのノート？トランシーバーが直せるの？やったね。つまりスラムの外の人と連絡が取れるんだね。ごめんよ、目的を無視なしそうになった。約束する。必ず外に候補を見つける。いや、この3人はどうしたんだろうな。やっぱり亡くなっちゃったのかな。このボロッチートランシーバーを直そう。お、直った？一緒に来て。どこに行くの？外で、電波いいところでやるってことなのかな。街は
円柱状で、直径は約450メートル、上には階層がある、街には天井がある状態で、書物によるとその向こうには青い空が広がるという。ああ、地下だからね。間違えた。地下だから、そういうのを見たことがないと。そういうわけか。あ、これ何？あ、遊べるやつじゃん。あ、よし、座れた。あ、いいね。あ、夢中になっちゃうけど。まあ、行こうか。いや、そこだよ。他よりずっと高いあのビルが見える。あのタワーのてっぺんにトランシーバーを設置すれば、街全体と通信ができるようになる。仲間はまだそこにいるかもしれない。脱出方法があるなら仲間が知ってるはずだ。あ、つけてき、ああ。つけてきてってことか。君は小さくてすばしっこいからズルクを避けられるね。君の力が必要なのは小さいアウトサイダーさん。僕らを空へ連れてってよ。うわ、アウトサイダーになっちゃった。認められたってことか。まあ、焦ろう。お前らを外へ連れてってやるぜ。あ、閉められたんだわ。もう後戻りはできない。そういうことか。どこ？あ、あれか。あそこまでじゃあ行くってことか。じゃあ行きましょうか。あ、出た。かわいいやつ。かわいいやつや。よし。ってことは、まあ、ズルクが、まあ、出てくるっていう。あ、ルーフトップ。あ、いるね、ズルク。ズルクで合ってるのかわかんないけどね。彼らを避けつつ、行くとか。あ、なるほどね。こうして。あ、ここで？あ、いいね。これで、まあ、気を引きつつ、行けってことか。ここにはいないかな？ここにはいないっぽいね。あいつらはなんだろうな。そんなに、高いところは登ってこれない。っぽいけどね。なんだこれ。なんかちょっと怖いな。不気味だな。ホラー感があるけど、ここら辺もあれかな、人間の産物なのかな、この絵とかストリートアートとかもね。上行けそうだけど登れないね、多分。ここでここで、まあ、基本的に一本道なのかな。そんな町とかじゃなければ分かれ道はないって感じか。それはありがたいな。今、街はネオンの光で輝いています。昔は違いました。スラムでは厳しいエネルギー制限が課せられていたのです。しかし人々は終わりのない暗闇に耐えることはできませんでした。ある日、一軒の家にレインボー一色の、レインボー色か？レインボー色のランプが、灯りました。その家の周囲がネオンで光り輝いたのです。その家の住民は連れ去られ、その後姿を見た者はいません。しかし人々は諦めませんでした。家の中で光を灯すようになったのです。これで迫害者たちも何もできません。こうやって人々はアウトサイドと同じように色を見ることができるようになったのです。まあ、暗かったけど、まあ、そうやって光を灯して、まあ、外の世界と同じような、なんだろうね、光を見てたってことか。でもそれは、なんだろう、違法というか、あまり、よろしくない。法律とかそういう感じではあまりよろしくない。もので、まあ、処罰というかね、迫害の対象にされてたっていうことですね。こっちは。そこ？これだね。これがあって。いや、こっち側か。こっち側だな。ほっ。いや、でも猫っての、どうなんだろうな。実際の猫ってこう、高いところで恐怖とか感じるのかな。なんか高所恐怖症の猫とかいないのかな。基本的にみんな平気なのかな。あ、やばいやばい。お前ハッキングもできるのか。優秀だな。ああ、そういうことか。
OK。ハッキングしてもらって。こうだね。よしよし。割と、アクション、あ、まあアクションっていうか、まあちょっとした敵とね、まあ、それを避ける、さっきみたいな、やつあるんだね。あんまり難しくなければ、まあ全然、問題はないかな。わあ、もうこれも全部、あ、もう全部ズルクが、あれなんだ、半円とか、はびこってるのか。繁殖してんのか。あ、でもそうか、卵があるってことは、やっぱあいつらは何なんだろうな。なんか機械ではないと思うけどな。なんかちょっと。なんか違った。生命体って感じではあるけど。まあ、ズルクの正体とか、わかるのかな？いずれ。うわ、でも、やばい。気持ち悪いな。うわ、生命体でしょ？これ、機械とかじゃなくて。ちゃんとした生命体っぽいけどね。うわ、待て。まあ、でも、基本的に、足はね、こっちの方が速いから。そうそう困ることはないんだけど、ちょっと追いかけられてると、立ち止まって考えられなくなっちゃうから。それがちょっとネックだね。危なっ。あ、落ちてた、大丈夫。大丈夫か。大丈夫かってば、なんか大丈夫、なんだろうな。まあ、例えば大丈夫じゃなかったとしても、関係ねえけどな。あー、なるほど。これは一旦、向こう側におびき寄せるパターンかな。ここ回って、ハックする。呼ぶ。全部来たら、急いで。こっち側来て。おりてておりて、ハック。オッケー。で、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと、謎すぎるんだけど、何それ、何が起こってんの。あー、これ違うな。え、ってかなにこれ。なんであいつらは爆発して死んでってんの。どういう状況、怖いんだけど。そういうの逆に。そんななんか、次元爆弾でも抱えてるような。そういう感じの生命体なのか、あいつら。うわっ、こい、頭いいな。ちゃんと最後まで見ていきやがった。タワーまではもうちょいだね。うわ、ほらほら、ブチュブチュって言って、やっぱなんか死んじゃってるよ。なんなんだあいつら、マジで。うわうわうわ、気持ち悪い。あ、浮いてないのか。これ耐えるタイプね。こうやって走り回って、あ、逃げ切ると。余裕だね。ちょっとじゃないか。あ、待って、あ、だいぶ来そうだけどな。うわ、キモい。ちょっと見れないな。キモいな。うわ、やばいな。なんなんだ、こいつら、ほんとに。どういう生き物なんだ。
ゾンビみたいだよね。こうなんかもうやたら目についたもん食いまくるって。あでもなんかいろいろ来るって言われるのはこのビルとか結構建物残ってるよね。そういうのはあれなのかな、食べられないのかな。何でも食うとは言ってたかな。あ、オッケー。行きましょう。あ、ポンチじゃない。ポンチ置いても。ちょっとこの機械あったかくなるだけじゃん。あ、ついてる。そんな風についていくの？しかも結構時間かかるんだね。広いね、そしてこの世界。これでまだ仮想でしょ？すごいな。なんだろ、イメージ的にはあれかな、 FF7 のあの下の階ってことなのかな、この場所は。見てください、美しい景色です。思い出しました、町、それはシェルターのことでした。星のように見える光は町を封鎖するための金属製の屋根なのです。自分たち人間は自分たちをアウトサイドから守るためにシェルを作りました。アウトサイドから守る、どうだ。しかし経済も大きいものでした。誰も脱出できなくなったのですから。アウトサイドから守るためってどういうことだろう。ああ、そういうことね。アウトサイダー大惨事でした。植物は育たず、人間、人も住めず、危険なだけの場所ですと。あ、もう住めなくなっちゃって、大気汚染とか、なんかそういうものなのかな。まあ、何かがあって住めなくなって、そこから守るために、こう、地下に潜ったと、人間は。でも、誰も出られなくなったと。でも、もしあなたがそこから、来たのでしたら、また安全な場所になったのでしょうか。あ、そうだよね。そういうことだよね。私の約束はアウトサイドへ行くだけではありません。行って街を解放する約束もしたのです。あー、なるほどね。なんかそのための機会だったのかな。そうやって安全確認とか、最初のちょっとしたもの、街づくりをするとか。なぜ一部の記憶だけが蘇り、他は思い出せないのか、理由はまだわかりません。でもこれだけは確かです。私は街を解放する約束をしたのです。よし、戻って、モモを探しましょう。トランスミッターには、接続されています。助けを求められるはずです。OK。まあ、彼もね、小さなその相棒も、まあ自分のね、使命を持っているようですね。まあでも、どの道、このね、猫ちゃんも、上に帰らないといけないからね、目的は、とりあえずのところは一緒。っていう感じかな。あーちゃんとね、毛づくろいして。疲れたからね。ももさん、スラムアパートに。あれ？いなくない？あれ？あ、見てください。メモがあります。小さなアウトサイダーさん、これ、もし君がこれを読んでいるなら、君はまだ生きているということだね。やったね。僕はバーに行って、ある装置を使い、アンテナの感度を上げている。こっちで会おう。窓をロックしたけど、解除ことは簡単。簡単じゃねえな、これ。機械にとっては簡単なのか。うわぁ、なんか、マウント取られた感はあるな。入り口近くの窓の方だよ。レッツゴー。うわぁ、これがあれか。機械マウントか。ん、こんくらい余裕だろと。こんくらいを記録するのは余裕だろと。そういうことを言ってるわけだね。まあでもこっちも機械はちゃんといるから。見せつけてやってください。B12 さん。これがロックされている窓です。コードは。うん、H だった気がします。ん？ B12？ どうした？覚えられてないか？もしやってみます。うん。O だったかな ?0 だったかな嘘でしょ？ああ、よかった。まあ、ちょっとしたあれでしょ？遊び心でしょ、今の。期待されてるからからこそちょっと演技してみせるという、やるじゃないか。なかなかエンタメを学んでいるのか。それじゃあバーに行きましょうか。あ、いるね。あれだね、降りれないか、ここから。あ、降りれるね。よいしょ。
よいしょ。よいしょ、あれ。あれ。よいしょ、こんにちは。やあ、ふわふわさん。なんか、名前変わったな。見てよ、シグナルを受信したよ。おー、大丈夫か。気をつけないと。お。こんにちは。何か欲しいの？なんか、立ってるね。あ、すり抜けた。なんということだ。あ、こっち来いと。あはは、撫でられた。これちゃんと動くか確かめてね。動いてないけどな。あ、動いた。え？なんすかそれ。もう少しだ。こんにちは、聞こえますか？お、こんにちは、うん、聞こえてるよ。スラムから発信している。こっからの脱出方法を探してるんだけど。いや、待って、もしかして、ザバ。ザバって言うのかも、こいつ。名前わかんねえし。モモ？ピピピピピ。信じられない、ザバ。あなたの声が聞けるなんて。どこにいるの？みんなは無事？え、イエス、ピピピ。我々は無事。ピピピ。道を見つけました、ピピピ。テンパ悪いね。もしもし、まだ聞こえる？私たちの場所に来るには地下道を通らないと。ピピピ、とっても危険、ピピピ、ズルクがそこら中に。あ、でもなんかジュルって、ズルクに対する、なんか、ね、あったよね、メモ。下水道どうやって、もしもし？なんてことは、シグナルが途絶えてしまった。おい、大パンすな。信じられない。ザーバーが生きてた。彼も、仲間も、下水道を通ったのか。下水道はスラムで最も危険な場所。でも、ザーバーができたんなら、できるかもしれない。あ、そういえば、自分もね、下水道を通ってきたよね、確か。違うかな？あれじゃないのかな？あ、起きてる。ね、実はめっちゃ最強とか。シェームスかな？下水道を通ることだってできないよ。ズルクがうじゃうじゃいるんだから、すぐに食べられちゃうよ。時に君みたいなおちびさんは。お、なんか？なんだお前。舐めてるのか？みんな一か八かでトライしたけど、うまくいかなかった。とにかく危ないよ。君がすることに口出しはしないけど。なんかちょっと強キャラ集するな、あいつ。シェームズ。彼のお父さん、ドクは偉大な科学者だった。ズルクを倒すための武器を開発中だった。あ、お父さんなんだ、ドク。なんか、てか、そんなのあるんだ。そういう関係性って。数年前その武器のテストをするといい街を出てき、それ以来仕事は見てません。それ以来、シェームズも合ってんのか。シェームズ、まあ変わってしまった。そういう感じね。展開が見えますね、これね。先の展開が。シェームズの言葉を信じちゃダメだ。昔の僕のように臆病者なんだから。毒が武器を作ってくれたら僕たちはアウトサイドの仲間入りだ。ノートの中でドクは時々シークレットラボについて書いている。彼はそこで作業していたに違いない。シェームズのアパートにヒントがあるはずだ。一緒に来て。これあれだね、シェームズ。シェームズは今、そのお父さんが、そのお父さんドクが、こうやって頑張って武器を作って、おし、これで、ズルクの奴らを一掃してやるぜ、つって息巻いてって。ま、意気込んで行ったけど、まあ、それ以来、その父親の姿見ていないと。まあ、それによって、多分最初はね、あれだったと思うんだよ。いや、お父さんならいけるよ。僕たちなら、ずるく倒せるよ。みたいな。そういう感じだったけど、まあ、それを一見を境に、多分もう、信用できないというか、弱気になっちゃった。だよね。で、多分これから、こう、説得というか、もう一度、やれるかもしれないっていう、その気持ちを思い出させて、そして、仲間になってくれるという展開が、見えます。どうでしょう。やっぱり俺たちで。あ、やばい、かぶっちゃった。あの、もう大丈夫だ、これ。もう操れるもん、これでも。余裕よ。でもまだ掃除してんのか、この人。大変そうだな。まあ、これからアパート行って、シークレットラボ行って、もしかしたら、ね、シェームズに対する手紙があるかもしれない。シェームズ言うと。私、これ、もしかしたら、私はもう今、いないかもしれないと思う。でも、必ず、お前が、完成させてくれ、みたいな。お前ならやれるぞ、みたいな、そういう、
お願いドアを開けて。君のお父さんが僕たちを助けたかっていうのは知ってるよね。まあ予想はしてたけど、シムズにとって辛い状況だから。もうアウトサイドのことなんて聞きたくないんだと思う。彼にはもう頼れない。でも君なら、いいアイデアがあるんだ。入ってってことか。その、侵入して見つけてこいと。そういうことだろ。お前、隠してたのか。ドグのノートを持って、シェームズに見せてよと。たくさん情報がショック療法になればいいんだけど。おちびさん、シークレットラボを見つけて、僕はバーに戻って、仲間にもう一度連絡してみるから。任せろ。うん。まあ、武器を見つける手がかりがあるはずだと。任せろ、俺が説得してやるぜ。華麗にな。あいつの、闘志の炎を、もう一度、燃やさせて、見せましょう。おー、びっくりした。ここで何をしているの？言っただろ、下水道通るのは自殺行為だって、そっとしておいてよ。まあ、そう言うな。これを見よって。このポンチョ。グラマセンのすぐ来る。ご存知通り、すごい体能があるからね。まあ、こっちです。これ何？待って、パパ、これパパの？うわ、知らなかった。アパートに隠し部屋がある？どこに？お、知らなかったんだ。見つけてやろうか。あ、これがパパか？もしかして。あ、ちょ、おい。かわいいな、お前。自分で落として自分でびっくりする。あった。ありましたよ。で、どっかにまたあれでしょ？パスワード書いてあるんでしょ？これか？これだな。あ、待て、ちょっと見たい。それ、お父さんだね、それ。右だな、シェームズ。シェームズじゃない。ドック。待て。これあれじゃない？あ、なんか、なかなかの髪型ですね。お父さん。いけてるよ。やばい。落としたくない。あ、すごいね。まあ、確かに、科学者っぽい。うん。その、メガネとか。うわ。シェームズ。なんかちょっと反抗期っぽいな。写真？そんなもんいいよ、みたいな。一人で撮れよ、みたいな。どうだい、シェームズ。こんなところにデジコードがあったなんて気がつかなかった。どうしてだろう。パズルなんて全くわからないよ。本当にそうかい。少しは自分の頭で考えてみたらどうだ。時間が真実を告げる。時計ですね。なんか時計って言っちゃったけど。2時、2511、見とけよ。まあ見とけって、2511。見直したか。どうだね、シェームズ君。何か一言、私に、あるだろう。すごいよぐらい言ってよ。あ、ズルクだ。この部屋は見たことがないや。ずっと隠してなんて信じられない。この設計図、ズルク用の、武器のことだ。パパは秘密主義だったからな。パパがね、武器は、理論的には嘘を動作するけど、本当の環境をテストしたいって言ってた。スラムも出てアウトサイダーに行ったきり戻ってこないよ。まあ、それ死んだと思ってるってことでしょ。ロボットニュースヘッドライン。ズルクは制御不能になりました。金属も食べるようになりました。あ、じゃあもともとは制御できていたってことか。そういうことだよね。観察結果、可愛い音だが敵対心あり。人間時代の古いバクテリア。雑食。あ、バクテリア。うん、強い光の反応。あ、バクテリアなんだ、これって。ロボット版バクテリアってこと？だから食べる機能があるってこと？そういうことなのか？ディフラクサー設計図、コンセプト光ベースのハンドガンと、プライオリティ低、外観サイズ、デシベル放射、プライオリティ高、実環境でのテスト、1分つけずるく20、あ、20ってすごいね。ここで何か面白いもの見つけた。おお、お前、何か探せよ、自分で、ちょっとは。何かあるか。これはあ、当たった。あ、違う。え、これ、あ、箱が当たったの。
これ落としたのは何？あ、これかな？これに入ってんのか。おい、なんで耐えるんだよ、お前。なかなか耐えるじゃねえか。見つけたね。トラッカー、特殊ロボットを見つけるために正しい座標を。あ、なるほどなるほど。じゃあ、ここの座標にあるってことか。見つけたよ。ほら。待って、思い出した。これはパパのトラッカーだ。パパはいつもトラッカーを使って僕がどこにかチェックして、あ、GPS みたいなもんか。GPS つけられてるんだ、お前。今度は僕たちの番だ。これでパパを探そう。いや、まだパパが生きてるかもしれないなんて信じられないよ。すっごくパパに会いたいよ。ゼルキュアの武器が必要だね。パパは確かに持っていたよ。トラッカーを直そう。そうすればパパを探せるから。セラもどこかに直せる人がいると思う。こっちに来てドアを開けてあげる。多分、あれかな？真の勇者。真の勇者じゃない。真のお宅のところ行くのかな？エリオット。多分そうだよね。開けてくれよ、早く。Thank you。ま、直してこいってことか。お前、ちょっとは何か自分でせえ。エリオット？エリオット。あ、今日も一段と震えてますね。あ、いい震えだ。こんにちは。ちょっとこれ直してほしいんだけど。わお、すごいトラッカーですね。THI。トヒマ BR 2000モデルです。これを使えば誰でもトラックできますよ。私も試していいですか？その前に直してください。直し方はわかんないです。こんなに震えていると、キーボード使えないです。何かの病気でしょうか？気分が悪いの確か。あ、そういうデフォで震えてるわけじゃないんだ。毛布があれば、震えが止まりトラックを乗せるかもしれません。ポンチョか。ここでポンチョか。なるほど。繋がってたわけだ。でもさ、寒くて震えるって。どういうことや？どこでこれを見つけたんですか？すごいです。試させてください。めちゃくちゃ人間っぽいね。あ、よかった。似合ってんじゃん。それあれだよ。グランマの特製品だからね。ちゃんとお礼言いなさいよ。ありがとう。必ずあなたのトラッカーを直してみます。見せてますと。どれどれコアップデートして、こう方法して。あれだ。これ真のオタクがさ、こう、なんか伝説の、ポンチョを身にまとったことによって、この、なんだろうね、政権的な、彼にとっての政権のコンピューターが扱えるようになったっていうわけか。放置、修理されたトラッカー。できました、おちびさん。探してる人をトラックできるといいですね、と。はい、ということで、今回はここまでにしようかなと思います。多分、次回、これ持ってって、まあ、じゃあ、父親探しに行こうみたいな、とか、ズルクの、あの、まあ、武器の、こととかになると思います。まあ、とりあえず今回はね、ここで、まあ、時間もいい感じなんで、この、真のオタクと、グランマ装備をした真のオタクと、お別れをしたいと思います。ありがとうね、エリオット。で、あれなんだ、そうやって使うんだ。片手につく1個のキーボードなんだね。うん。まあ、いいと思うよ、そういうスタイルも。てか、マウスないね。マウスならキーボード全部操作するタイプかな。すごいね。全部じゃあショートカットキーとか覚えてるんだ。めっちゃ見てる。ありがとうね、イケット。はい、それでは、今回はここまでにしたいと思います。次回、なんだろうね、お父さん、ドクを見つけられるのか、まあ、ズルクを倒す武器を見つけられるのかということで、最後までご視聴ありがとうございました。次回またよろしくお願いします。では、もいもい。